小栗正信は、江戸時代の旗元、小栗流の創始者。通称は、二え門。名は、信義友。徳川家康の故障を務めた、小栗忠政の次男。野牛新影流の野牛宗都市に入門した。家康に故障として使え、御前番を務めた。慶長19年、大阪冬の陣に従軍し、佐久間実のと共に、伊達政宗の陣に赴き。 旗を巻くようにという王盛を伝えた。翌年の大阪夏の陣では、天皇寺、岡山の戦いにおいて、敵兵の首を取っている。元那二年、家徳を、長慶、正信が継いだため、文治五百五十国を、武蔵国足達軍にもらって、旗元になり、江戸野牛の野牛胸乗りに学んだ。また、徳川秀忠の下で古将組番士となる。寛永十年二月七日、 カズサ国ながら軍で二百国を加用され、七百五十国を修行する。関ヶ原の戦いや大阪の陣に出兵した経験から、組打ちの必要性を感じ、鶴河和之助と和術を編み出した。小栗流は当日を、表、和術を裏としている。正信の門陣に、山賀祖公や土佐藩士、朝日中町がおり、小栗流は土佐藩にも広まった。後に、坂本龍馬も、 目録伝授されている。漢文元年6月6日に73歳で死去。ABC、完成住所初夏膜巻き四46デジタル版、日本人、明大辞典プラス。ありがとうございます。